はい、埋まりました。ありがとうございます。今9時半ですね。21時30分ですね。 BGBF の39サッカーのフローレスグループブレイク39回目です。はい、いつもありがとうございます。じゃあ、いつも通りですね、抽選いきます。で、今日は20位になると、いるかいらないか分かんないですけど、おまけがあります。はい。まあ、抽選した後でいいでしょう。はい。じゃあ、お客様のハンドルネームをランダマイザーで抽選します。2つのサイコロを振ります。はい。出た目の合計ランダマイズするということですね。1と1の2は振り直しです。いきまーす。ほい。はい。3と3、ゾロ目の6ですね。はい。じゃあいきます。6回ですね。1、2、3、4、5。で、6回目。はい。出ました。ドラフト1位は K3313 ですね。K331 です。ドラフト1位。おめでとうございます。はい、BGBF の39、ドラフト1位は K の331ですね。おめでとうございます。ドラフト2位 YMM、 ドラフト3位 K39、 ドラフト4位フロ、ドラフト5位 NSR、 ドラフト6位 SN、 ドラフト7位 TSK、 ドラフト8位マッチ、ドラフト9位 K39、 ドラフト10位 YMM、 ドラフト11位 SCH、 ドラフト12位ヤマ、ドラフト13位フロ、ドラフト13位あフロで、ドラフト14位 K331、 ドラフト15位ロイヤル、ドラフト16位、KOM、 ドラフト17位 KOJ、 ドラフト18位、TASH、 ドラフト19位マスデフで、ドラフト20位 RMCF となります。で、ドラフト20位の RMCF さん、はじめに言ってきます。いらなかったら遠慮なくいらないと言ってください。はい。これ、店長、この間の休み、霧島神社の方に行ってきました。それでですね、はい。厄払いのお守り、これを買ってまいりました。ただ、宗派とかもあるし、ね、ここ、天皇家御用達の、ね、社ですから、いろいろあると思います。全然いらなかったらいらないと言っていただいて大丈夫です。はい。このようなちゃんとした厄除けのお守りです。これで次回は1位を目指してください。はい。ちゃんとこう、ね、行って写真撮ってきてます。はい。一応店長の、先祖様は、天皇さんが東京に来る時の東京ご行幸ですね。その時の先導をしてました。っていう、ね、祖先の話。はい、じゃあ、いきます。F の39の上。F の39の下。一応20位の、RMCF さん。ドラフト20位なので、カードの順番はメールされなくて大丈夫なんですけど、お守りというか、お守りですね。必要かどうかだけメールしてください。お手数です。
じゃあ上の箱からいきます。はい、じゃあいきます。 BGBF の39フローレスのサッカー上の箱いきます。せーの、ほい、どー、うおー、うわー、クリロナ2-1、これ来たべ、これ来たでしょ、やばいでしょこれ、うおモグロクゾミじゃない、これですよ、これまずいでしょ、これわーお、サイモン非常に綺麗に描いてますね。はい、ですよ、あの空箱置いてて、で真ん中レウスのルビ12-15、ドルトムントですね。で右側マスチェラーのダイヤ20-20、はい、小箱いきます。一番上がダブルメモラスね、2-10ラモス、ダブルパッチのラモス、モウチーヌのシューズ12-20、モウチーヌはポルトガルで、次オートパッチカソルラ7-10、オートパッチですね、スペインで、その次がドログバ、ドログバは5-25、コートジボワール、次フィニッシャーレウスですね、4-15ドイツ、その次、はい、ウィリアンのオートパッチ9-10、最後もいいです、場所がいい、5枚限定のグリーンでシャビです。ただこれはどこだろう、ん、リーボックじゃない、あ、リー、ん、うん、どこでしょう、サッカーファンの方ならわかるか、まあ靴のメーカーですよね、アディダス、あ、アディゼロか、あ、ちゃうかな、どうですかね、はい、この間アディゼロってお客様に聞きました、シャビのサインはちゃんと入ってます、切れてないです、いい感じです、 2-5、 はい、はい、マッシェラーノレウス、クリロナー1-2、まずいですね、よいしょ、なのでメッシクリロナ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 メッシクリロナクリロナです、今はい、39の下、これが下の箱、上でクリロナ出てます、下どうでしょうか、はい、じゃあいきます、下の箱、せーの、ポン、
あーあー、全然いいんじゃないですか。全然いいと思いますよ。まず3位がボビチャ、1の15です、イングランドで。真ん中のサファイアがメッシです。いいですね、全然ね。で、右側がフリットの11の20ダイヤ、 AC ミラン。うん、メッシ来て、まあボビチャーでもうメッシ出て、上の箱からクリロナですからね、全然いいと思います。はい、ラノッキア20の20イタリアですね、ダブルパッチでしょ。はい、ラノッキア、これはデンプシー14の15 USA。 もう次、ハリケーンのオートパッチです、6の25ハリケーンのオートパッチ。ああ、いいですね。悪くないぞ。はい。ラモスの7の10。セルジオ・ラモス。サインも綺麗です。次もいいです。トリプルパッチのシュワレッチュ。はい。ジャージパッチ、パンチパッチ。ちょうどこのシューズじゃないか。靴下、ソックスのちょうど場所がもうパッチの部分ですね。3の9。選手はシュワレッチュ。はい。で、その次。はい。オスカルですね。11の25、ジャージナンバーです。オスカル。次、面白いですね。まあ、はい、まあ。いいんじゃないですか。場所面白いし、オチョアのワンオブワンのパッチですけど、ナイキのスウォッシュが入ってます。ダブルオートパッチのオチョア、ワンオブワンのブラックです、ナイキのスウォッシュ。これで当店今日7枚目のワンオブワンです。すごいですね、本日だけです。はい、ブラック、まあボビチャ、まあメッシ出てますからね。バルセロナのメッシです。こっちのがアルゼンチンよりは eBay 見ると高いですね。フリットは AC ミランで逆にポイント高いような感じです。はい。いや、面白いですね。相変わらずね。まあすごいですよね。メッシ、クリロナ、メッシー。はい、ありがとうございます。で、クリロナ。8連続出てる。あ、メッシー、クリロナ。ん?そうですね、8連続出てますね、今ね。うん、それはバラ箱は暴落しますわ。という感じですよね。いやー、すごかったですね。面白いです。フロレス、やっぱ面白いです。まあ、1万5000で販売できる限りやろうと思います。まあ円がね、100円ぐらいだといいんですけど。はい、じゃあ後で番号をつけて、店長のカスタマーズヒッツの方に、画像を掲載します。今日の夜中になっちゃうかもしれないし、まあ帰るまでにできるかもしれないし、ちょっと頑張ります。今日3回やってますからね。はい、で明日の、8時ぐらいまでにしておきます。もう9時45分ですので、明日のまあ多少猶予見ますので、明日の9時ぐらいまでにメールしてください。はい、じゃあ BGBF の39これで終わります。で、次は F40 回ですね。ぜひよろしくお願いします。いや、この効果があったんですかね。ね、厄除けの。はい、まあ、こちらは RMCF さんに差し上げます。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございます。